が思ってたよりずっとやべえやつだったな。まさか瞬間移動一回見て覚えちまったブーみたいなやつだ。はあ、よかった。それよりお前たちはどうしてここが分かった？21号が分裂したことも知っていたようだし。ああ、神様の神殿で教えてもらったんだ。ついでに今起こっていること、リンクのことも21号のことも全部。そうだったんですね。クリリン、悪かったね。ん？ああ、俺が18号さんを助けようとした時のことですか？そのことならいいんですって。俺と戦うこと嫌がっていたでしょ？それにいつもと違う戦い方だったし、手加減もしてくれていたし、何か事情があるんだろうなってすぐに分かったから。まったく、さすがだねあんたは。へへ。デンデに話を聞いてきたなら大体のことは分かってるんだろう？ああ、さっきのやつは相手をいろんなお菓子に変えて食っちゃうんでしょ？まるで魔人ブーみたいな能力じゃないか。もしかすると21号の開発過程で同じようなやつの細胞が入ったのかもね。もしそうだとしたら、そのうちあいつの食欲は手がつけられなくなる。あいつが地球のみんなを食っちまう前にオラたちで倒しちまうしかなさそうだな。ん？オラなんか変なこと言ったか？そうじゃなくて、まさか手伝ってくれるんですか？もちろん、オラたちも戦うためにここまで来たんだからな。でも安心しな21号、こいつらはそう簡単に死ぬような奴らじゃないよ。あいつ仮面にも隙がなかったし、まだまだ力隠してる感じだったよな。くぅ、そのうち叩けるかと思うとワクワクすんな。こいつは昔からこうだから巻き込んだなんて思う必要ないよ。どうやらお前の心配は全く無意味だったみたいだな。皆さん、すみません、よろしくお願いします。あ、よろしくな。クリリン、それでこれからどうするつもりだい？とりあえずまずは他のみんなのところに行こう。なんだ、お前たちだけじゃなかったのか。うん、ベジータたちならブルマの飛行機の中にいるはずだ。あいつらもきっとおめえの力になってくれっぞ。ありがとうございます。よっしゃ、そんじゃ早速みんなのとこに行こうぜ。本当におめえもう一人の21号とそっくりだよな。彼女は私の中で生まれたもう一つの存在ですから。じゃあさ、あの悪いやつとおめえどっちの方が強いんだ？残念ながら力は向こうが上ですね。そっか、残念だな。全部終わったら手合わせ頼みてえと思ったんだけど。え？だってよ、悪いやつとじゃなくていいやつとだったら楽しく戦えてろ。おめえと全力で戦えたらすんげえワクワクすんじゃねえか。あなた本当に戦うことが好きなんですね。お、面白いかんな。あ、そうだ、悪いやつとおめえがもともと一つだっちゅうなら、おめえも戦ってるうちにあいつくれ強くなんじゃねえか。それはどうなんでしょう、その可能性もあるとは思いますが。やった、そんじゃさ、これからたくさん戦って強くなってくるような。そんで悪いやつの方をやっつけたらオラと手合わせしような。え、そんじゃまずは手始めに目の前のこいつらと戦おうぜ。The outcome of this fight is anybody's guess. It's all or nothing. Counter! Ha!
こんな私のわがままに力を貸してくれるなんて、あなたたちは本当にいい人たちですね。いい人か、いわゆる慣れっこというやつだろうな。俺もそうだったが、今いる連中のほとんどがかつては孫の敵だった。あなたも？最初は共通の敵と戦うために仕方なくやつと手を組んだが、それがいつの間にか一緒に戦うのが当たり前になってな。気づけば信頼というものが生まれていたのかもしれん。ここにいるのはそんなわけのわからない連中の集まりだ。素敵ですね。別に羨ましがるようなものでもないだろう。とにかくそういうわけだ。お前も余計なことは考えるな。戦いに集中してただ目の前の敵を倒せばいい。ありがとう。For a Dragon Ball Rumble! It's all or nothing! Go! Yes! Sorry! Yes! Go! Take it off! So what's up? Go on! You got that in your hand! Yes! やるな。お前
クラッチな。